はい、宮本ちゃんスマと申します。今回なおやっていこうと思います。はい、今回ですね、タイトルにもある通り、課金する際の注意ということで、ちょっとね、課金、普通に課金してもいいんですけど、これやるともっと7をね、得になるということがね、これね、お知らせ欄にも書いてないんでね、僕がちょっとね、まだ知らないよとか、まあ知っている方もいると思うんですけど、そういう方にちょっと紹介していこうかなと思います。まあところでね、皆さんはまあ7コミというアプリを、やっていますでしょうか。7コミというアプリからね、7二次連携っていうのができるんですけど、これ7二次 ID ね、メニューから開いてもらうとこれ連携できるんですけど、ここ連携してもらって、ちょっと7コミと言いますね今から。はい、まあ、7コミの方飛んでまいりました。でね、まあもう開いた瞬間で大きくもう年末年始大感謝祭宝くじキャンペーンっていうのがですけど、こちらをね押してもらって、7コミに年末年始をお祝いし豪華キャンペーンを開催いたしますということで、ね、これね、僕課金した後に気づいたんですけど、すごいもったいないことしちゃいましてね。これ2つのキャンペーン開催するとね、 FP コインという、まあとりあえずね、このキャンペーン詳細を見てもらいましょう。で、キャンペーンページ飛んでもらったら課金する前にね、こちらのガチャを引くっていうのがあるんですけど、それはね、これね、ステップを見てもらったら変わるんですけど、まあいろいろやって、ステップ3なんですけど、僕は。難易ジェムを購入っていうところを押してもらうと、こういう画面が出てきまして、まあね、ちょっともう課金してしまった方にはね、もっと早く教えろって感じだったと思うんですけど、いや、僕も早く知りたかった、これ正直。はい。まあこちら飛んでもらったらね、ガチャを引くと、なんか SP コインがもらえるらしくて、これ SP コイン手に入れて、無料でね、まず1回手にもらえ、SP コイン600分もらえるので、そちらをね、引いて目覚ましボイスがゲットできるんですけど、すごくない？出会えたらラッキー、シークレット型って。まあ僕も実際に引いたんですけど、まあちょっとね、これね、1月1日に僕また課金しますので、こちらのガチャを引くっていう動画もしますね。さらにガチャを引くと宝くじ抽選会にも参加できますと。10名様で、ファン入りポスターメンバーのね。で、8名様にシークレットボイス版トヨカだって。で、キャンペーン参加方法は、まあ、ナーニジ ID に連携して、ナーコミでナーイジェムを購入。だから課金する際にこちらを通して課金してもらうと、この FP コインがゲットできると。で、その後に、宝くじ抽選番号付き目覚ましボイスをゲットできます。まあ、宝くじ抽選っていうのはこれですよね。これがもらえると。うん。で、キャンペーン1は何二次 ID7 を連携。まあ、連携することによってね、ジェンももらえるので、まずは連携してみてください。で、ステップ2は何二次 ID を7音と連携。あ、こうか。作成してから連携ね。ごめん。作成した後に連携しますと、メバーシボイスがゲットできます。で、7コミでジェンを購入することによって、ちょっと僕のプレイ ID とか映ってますけど、こっから変えますと。うん。っていう感じで。買えますね。で、実際僕もね、はい、で、実際僕もね、こちらガチャ引きまして、カーセウタさんのね、この目覚ましボイスをゲットいたしました。このカード情報とか見れて、ね、4発行数754日、保有期間1日。どういうこと？ 1 日って。1日経ったら消えちゃうってこと？これ。わかんないですけど。これ、聞くを押してもらうと、いきますよ。おはようございます。まあ、っていう感じでね、カーフィファンの声が聞けます。はい。なんで、皆さんもね、ぜひ弾いてみてください。はい、という形でね、こちらが7音に課金する際の、注意をね、ぜひしてもらいたいなと思いまして。これね、7コミからね、やればね、絶対ね、グップとかもらえるチャンスもありますし、珍しいな、ね、ボイスとかもらえるので、絶対ね、課金する際は7コミを通して課金した方がお得です。はい。あとはね、まあ、課金する際の注意というか、まあ、いろいろサイトとか通して買ったりとか、コンビニとかでなんか 10% 分 iTunes 返ってくるとか、そういうキャンペーンとか探してやるとね、意外と得になることもあるので、そちらはまあ各自探してもらうっていう形ですね。はい。まあ、こんな形で終わるのもあれなんでね、ガチャ1回ずつ引いて、まあ、1回ライブやって終わろうかなと思います。はい。まあ、みゆちゃんと。もう正直単発で出る気はしないんですけど、単発出たらもう正直ラッキー程度に思う。正直、タンパフェ出るなんてね、こんな美味しい話はないと。はい、じゃあ、マルチでね、ラフト1回やって終わろうかなと思います。はい、という感じでね、まあ、知っている方も多いと思うんですけど、プレザーブドロップやっていこうと思います。ちょっとね、参加者の面々にちょっと僕がちょいちょい知っている方がいるんですけど、まあ、そっち側気にせずね、やっていこうと思います。これ、プロだった気がする。短いよ
まあという感じでね、まあ、課金する際の注意点とかね気をつけて、僕もこれ知ってる知る前に、ね、課金しちゃったんで、もうちょっと損する形になっちゃったんですけど、まあ、1月1日にお正月のキャンペーンで星4確定のあのパッククールじゃないですか。その際はね絶対にね7コミからね課金をすることがね、課金することにをお勧めいたします。はい、てか絶対もったいないからね、普通に課金するこんなキャンペーンやってるんだって。だからねちょいちょい7コミチェックしてみるとね、皆さん、あとツイッターね、7音のツイッターをフォローとお知らせオンにすることによってね、そういう情報とかねゲットできるので、ぜひやってみてください。という感じでね、まあクレバーブローズに戻ってもらえるんですけど、あーそうだ、チャンネルアイコンね、僕ね、リスナーの方にねちょっといただいたんで、こちらの方変えてみたんですけど、どうですかチャンネルアイコン、ね、これめっちゃいいですよ、タッチ変わった。いやー送ってくれたからね、ありがとうございます。本当に、まあ、こういうねイラストとか送ってくれるだけでも、ね、僕全然嬉しいので、はい、っていう形で、まあツイッターのアイコンの件と、あとね、僕のガチャ動画に結構ね最近本当にコメント増えて、まあ、こちらも嬉しい限りなんですけど、いやーみんな今回当たっていく人少ないなと思って、ガチャのご報告で、いやーちょっと当てられるかなっていうのがちょっと不安になってきちゃった。っていう感じですね。あとは、まあ、あとはね、まあこれ終わったら最後にちょっとチーム順位だけ見て終わろうかなっていう感じで、紅白歌合戦皆さんやってますでしょうか。ちょっとチーム順位の方見てみて、ちょっとまずい、いやーマジか、赤組8000票差で負けてるんだけど、80万か、8万票差で負けちゃってるね。あ、でも結構高いな。待ってこれ。白組が1400票ね。トップ10みたい。9300。いや、ターヤさんって方がすごいな。みんな頑張ってくれ。みんな頑張って課金して、赤組を優勝に導いてくれ。いやーもうこれ正直きつそうっすね。白なんかね、もう前回の対決イベントも結局今は逃げ切っちゃったから、正直8万票差はきついなこれ。とんでもない大富豪が現れない限りはちょっと大逆転厳しそうですけど、皆さんもね、ちょっと頑張ってみましょう。僕もねちょっと頑張って累計報酬ぐらいは回収はしたいかなと思っておりますので、ぜひ、まあ、赤組を共有しようってわけじゃないけど、白組の皆さんもね、お互い頑張っていきましょう。はい、というわけでね、この動画だったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それでは次回の動画で会いましょう。